皆さんこんにちは、みやこです。今回はドルフィンというエミュレーターを使ってスマブラ X をやりたいと思います。ついでにですね、以前ちょこっとハックしていたので、それの紹介もしたいと思います。では早速やっていきたいと思います。キャラハックはですね、まあやってないんですけども、まあ強いてやったって言えばマリオですね。で、キャラクターじゃない、コースは4つのコースを入れ替えました。この画面では、あー、ちょっと音声が乱れています。この画面では3つのコースを入れ替えました。あと1つに、まあ、デラックスコースで1つ変えました。もちろんこのアイコンも、アイコンと左側に出るコースのプレビューも変えました。じゃあ早速ね、昇格っていうのか紹介していきたいと思います。じゃあまずここ戦場を紹介したいと思います。このコースはですね、戦場っていう名前ではあるんですけども、64ではデュエルゾーンというコース名です。まあ、あんまり知られていないでしょうけども、ああ、ちょっとアシストフィギュアが、まあ、ここはおなじみザク敵と戦うコースですね。まあ、それが X で使えるっていうことになる。トサキンと、まあまあそれはいいんですけど、まあ X ではハックができるので、まあこういう懐かしいコースも使えるっていうことですね。ああ、そうだ、今何気にやってますけども、あら、マリオのモーションをちょこっと変えました。まずはですね、B 下のポンプをマリオトルネードに変えました。これ4人でやる必要ないな。で A 下をこのドリルキックにしました。そして空中回避なんですけども、その場回避だと、まあ、何回もできるんですけども、十字キーを入れて回避すると1回しかできなくなるんですね。これを忘れていたらね、大変なことになりますからね。あー、最悪だ。まあこんな感じです。わー、絶対待ってたくない。あー、負けちゃった。てか、まさかの4人。ちょっと動作が遅くなってるから、メタナイトの声が変になってた。つー、これ消そう。続いて終点、あ、ここはマスターハンドのコースですね。
戦場は、まあ、チートコードを使えば使えるんですけど、このコースはですね、チートコードを入力するとフリーズするんですね。まあキャラクターの出現位置配置されていないっていうのも理由にありそうなんですけどもね。まあ、こんな感じです。おあ、この終点はですね、従来の終点よりちょこっと遅いかもしれんね。しれんね。なんか今言葉もおかしかった。まあ、小さいかもしれませんね。おい、あーあー、よかったよかった。まあ、こんな感じですね。おう、イエーイ。カプリン、わっ。プリン弱いな。あー、ニャースが。お、懐かしい。じゃあ続いてピーチ城上空に行きたいと思います。ここはもうおなじみですね。まあ、64番をやった方は懐かしいステージなんですけども、まあ、64番知らない人ってまあいると思うんですけどもね。まあ、64ってもう10年以上前ですよね。10年以上 そうですね、10年ぐらいなりますね。まあ、このステージもかなりの再現率なんですけども、あー、ちょっと、あー、まあ、一つ再現できていないところがあるんですね。それはこのバンパーなんですけども、これはもうバンパーとしての機能はないですね。もう地形として配置されています。ていうか、このバンパーって64なので、64番なので、まあ、X にはないので配置できなかったんでしょうね。あ、落ちちゃった。時間稼ぎ。残念。あ、知らないわ。じゃあ最後にメタクリスタルいきます。ここはメタルマリオ専用のコースですね。これも、まあ、64でチート使えば遊べます。
BGM も一応変えてるんですけども、これはたまたまゲームキューブの方ですね。まあこれもメタル戦なのでこのステージ狙うかなと思って、まあ、設定してるんですけども、わー、あ、ちょ待って、あれ、あー、これ装備、あら、取れないのか、今取れましたよね、まあいいや、あ、今ですね録画もしているのでちょっと動作が遅くなってしまいますが、ご了承ください。と言ってももう最後なんですけどね。あれ、あんな声だった？いや、強いな。ドラグーンと切り札はあんまり好きじゃないんですけどね。まあ、こんな感じですね。では、これで終わりたいと思います。 Wii 実機の方でもうねハックはしてるんですけども、ドルフィンでできないっていうのは残念ですね。というのもですね、ステージを追加したので、その追加した分の配置ができないんですね、まあ、なのでまあステージを変えるぐらいしかできないと思います。もしかしたらですね、あの仮想 SD カードを作って SD 仮想 SD を作ったらできるかもしれないんですけども、まあ私もそれ試してるんですけども全然成功しないんですね。なのでもうそれは諦めています。じゃあというわけで、まあこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。